お懐かしい。ハッチチャンネル始めていきます。今日は、初めてやるものですね。初見プレイでやってみたいと思います。ポケモンスナップですね。1999年発売のソフトになってます。ということで今回はただの自分がやりたいゲームをやるだけなんで、まあ、そのおまけで動画撮ってあげるだけなんで、まあ楽しいかどうかはまあ別ですね。ただの自己満動画になるかもしれません。初見プレイだと難しいよね。なんか他の方の、まあ、ポケモンスナップの動画を見てやべえ面白そうって思ってやろうと思いました。ピカチュウかわいいな。これトールだよね多分ね。オプション？え、十字キーは動かないんだ。これ Wii U で今やってます。オプションとりあえずオプション見よう。ステレオ線画面調整、あ、なんだ。ということで始めから、あ、十字キーは動かないから、じゃあ名前はハッチでいきます。うちの猫ですね。やっぱ画質が良くないですね。 Wii U で、まあ、HDMI ケーブルでやってるんでそこそこいいんですけど。よく来たのあ、その後喋らないんだ。今回君に来てもらったのはわしが今作っているこのポケモンレポート、これに載せるポケモンたちの写真を君に撮ってきてもらうためなんじゃよ。ここポケモンアイランドはいろんなところにポケモンたちが住んでおる。そこでわしが発明した01号、ずいぶん金かけてそうな、なんか金ピカ乗り物ですね。出番じゃ、これに乗って出かけてくれ。なんと01号はこのゴールゲートに向かって勝手に進んでいくんじゃ。今の話をもう一度聞きたいかな。いや、もういいや。では写真の撮り方は最初のコースで教えよう。頼んだぞ、ハッチ。ということで早速行きますか。よし。いやー、ポケモン大好きなんですごい楽しみですね。お、これはどうやって？ Z トリガー、 Z トリガーってどこよ？ Z トリガー、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとコントローラー設定で迷ってました。これでシャッター押す。お、シャッ、これでシャッター押す。なるほどね。シャッターを切ろう。ポケモンをたくさん取ってね。おお、ピカチュウ。ズームはどうやんだ。カシ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 。これは難しい。シャッター構えてないとボタンを押せないってことなんだね。さてさて、バタフリー、ラプラス。お、いなくなった。これはラプラス同化しすぎでしょ。お、カビゴン寝てるよ。起きろ起きろ。なんか後ろにいるか。ぐるぐるぐる。お、ニャス。お、カメラかわいい。さあ、なんかいるかな。これ初代なんで、せっかくならリメイクじゃなくて新しいの、今720匹の出してほしいですよね。カシャカシャカシャ。ラプラスラプラス。いや、720と言わないでも、なんだろう、何匹まで出してほしいかな。金、今さら金銀はあれなんで、ブラックホワイトぐらいまで出してほしいですね。ブラックホワイト、その後、あ、
連射しすぎた。いやこれ枚数制限難しいですね。で何枚、40枚突破。もう何枚取ったんだ。60枚。博士に見せるポケモンの写真を選ぶぞということで、ポッポは7枚取った。大木田に見せてこれにしようかな。なんか勝手に選んじゃったんだけど、あ、これで選べんのね。間違えた間違えた。ちょっと待ってちょっと待って、ポッポの写真はこれでしょ。で、どうぞこれを、これしかない。これかな、ちょっと遠いけど。で、ピカチュウは、お、ピカチュウ結構いい感じに撮れてますね。どれにしようかな、これかな。で、あとはバータフリーはこれかな。結構選ぶのが大変多い。お、ニャースは可愛いのを取れてるよ。こっちかな。あとはあ、ラプラス。遠いな。これでおしまいかな。ということで博士のところに行きましょう。よし、オーキドチェック。ふむ、今回はどんな写真を撮ってきたんじゃ。ポッポ、どれどれ、このポケモンはポッポじゃな。大きさはどうかな。390点。ポーズ1000点。いいね、合計1390点。あ、テクニックもかける2。お、いいね、仲間は映って、お、いきなり3000点。これがいいんじゃないですか。素晴らしい。こういうことなしじゃよ。よしよし、ピカチュウ480点、750点。テクニックいいね、素晴らしい。どうどう、160。ポーズ1000点、すげえじゃん。おっと、あれ、前見てた動画の方は結構苦戦してたと思うんですけど、だいぶポーズで点数高いんで。ニャース、ポーズ1000点、イエーイ。いいね、3000点いかなかったか。ラプラス、これはちょっと遠いね。惜しいの。実はな、ハッチ。おっと、研究所に戻ってからだな。今どこでやってたんだよ。ハッチ、ただん、写真はわしのポケモンレポートにしまっておいた。レポートの写真が増えてきたからわしも手助けしよう。頼んだぞ、ハッチよ。おっと、ポケモンレポートを見られるようにしておこう。お、レポートが見れるようになりましたね。1920点、6種類。では次というか同じコースか。あ、クラッシュの声だよね。てかクラッシュっていうか、山口勝平、新一ですよね。よし、いけいけ。次、おー、ピカチュウピカチュウ。おー、丸まい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 、近い近い近い。連射しすぎないように。爆発する、大爆発の瞬間。いいね、追いかけっこじゃん。玉乗りしろよエルブ。なんかいないかな後ろ。爆発、死んだ。お、コクンもいる。あれ、顔でかいね。あ、いい写真になったんじゃないですか。大きさも十分。爆発して。
あ、今なんだ、ズバッとか。お、ピカチュウ、ピカチュウ、こっちこっちこっち、流れが早いぞ。あー、これはなんだろう。あれ、さっきなんかいたぞ。これは、あれ、どこいた。おうおうおう、どこいた。これはなんか動画見た限りだとゴーストだったんかな、確か。で、やばい、あと17枚しか取れない。これは誰だろう。よしよし、このくらいにしとこう。お、リグだ。いいね。こっち、あ、これカメラ向けてる方向にカートというか01号でしたっけ、進むんですね。じゃあ結構近くまで近づいて取れるっちゃ取れるのかな、ルート沿いだと。さあ、あと13枚しかないぞ。お、コイルだ。コイル、お、あ、これやるとなんか反応するのか。ちょうどアップ。やべ、あと7枚。あ、でもゴールすぐそこですね。で、最後コイルの進化がたくさん取ってた。終わったー、終わったー。きっちり全部使いましたね。いや、これ計画立てないと最後までいけないな。さあ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 、いけいけい。丸マインに24枚もそんなに取ったか、丸マイン。あー、大爆発の瞬間、大爆発の瞬間ね。これいいんじゃないですか。エレブーさんどれにしようか。後ろ姿、あ、丸前にやられてるところで、あ、丸前の写真。ピカチュウ、ピカチュウ、あ、これかわいい、これにしよう。あ、やっぱさっきのゴーストだったんですね。あ、いい感じに撮れてんじゃん、ゴースト。いや、これでしょ、真ん中じゃないけど。あ、ギギグだ、あ、これだな。何、コイル、これダメなの。いやいやいや、めっちゃいい感じに取れてんじゃん。コイルってわかるでしょこれ、おっさん。いや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 、まあしょうがない、行くか。オーキドチェック。ふむ、今回はどんな写真を撮ってきたんだな。どうやどう、このポケモンは丸まいんじゃな。大きさでいいでしょ、960点。いいね、ポーズ。おお、ドッカンの瞬間1200点。いいね、テクニックかける2。お、4320点。やる。ああ、800点、2倍。このテクニックってなんですかね、毎回つくんですけど、近くで取れたらテクニックになるのかな。あ、負けてる。お、ポーズ勝った。何、真ん中に映ってるのがテクニックってことか。あ、負けちった。これはゴースト、これは文句なし。テクニックはないか。おっとディグダ、これはいいでしょう。大きさってディグダが元からちっちゃいからでしょ。これ大きさ380点はディグダの大きさ換算してよ。種類、よしよしよし。おかえり、コースに行く。次のコースはもう出ないのか。じゃあとりあえず最後行けなかったビーチまでもう一回行きますか。
じゃあハイスコアを各ポケモン狙っていきましょう。あ、今の超良かったじゃん。こっち来る、こっち来る。もっとないかな。ピカチュウこっち向いて。ピカチュウ、あーかわいい。どうどう、さっきあんま取れてなかったから。バタフリーはフリーフリー。あ、そうだ、ラプラス。なんかカメラ向けると引っ込んじゃうね。あれ、さっきカビゴン取ったのに、そういえば換算されてなかった。あ、これカビゴンってなってない、ハテナになってる。なんだって。にゃー、ハッチの仲間じゃねえか。さあどんどん進んで、どんどん進んで。あとはあとなんかこの辺に、あと34枚、あと34枚。確かこの辺にコイキングが出てきたと思うんだけどな。うん、出てこないな。あ、いいね、バタフリ超綺麗に取れた。うん、お、これはなんだ、イーブイ、シャッターチャンス。あ、いいね、かわいい。あと22枚、いけいけ。あれ、なんか来た、なんか来た。ポポの尻尻尻尻尻尻、ポポの尻尻尻。やべ、あと8枚になっちゃった、連打しすぎた。あ、いじめられてる。お、風起こし、いいね。やべ、あと3枚になっちゃった。ゴールだけど、ゴールだけど、終わった。いや、大木戸はきっとポッポの尻が好きなはず。ここ早送りできないかな。ピーってピーって57枚、全部で60枚ですね、1ステージ。じゃあポッポは25枚。いやー、いいのが多いんだけどな、ポッポ。ポッポの尻。これはポッポになるんだ。ポッポの尻、尻、尻、尻。どうしようかな。これかっこいいけど、ちょっと真ん中からずれてるから、大木戸の好みじゃなさそう。まあいいや。ピカチュウは、いやー、真ん中じゃない、これかな。どう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 、これだな。で、あー、これバタフリーやべえ、これ完璧じゃん。ニャース、あ、イーブイーブ、これでしょ。風起こしされてる。あ、これだな、吹っ飛ばされてるとこ。ということで、これで店に行きましょう。ふむ、今回はどんな写真を撮ってきたんじゃ。大木戸チェック。ポッポ、これ点数高いでしょ。お、ギリギリ勝った大きさ。ポーズ、ポーズで負けてんの。あー、ダメだな、ピカチュウ。同じにしか見えないね。あ、大きさで。ポーズ一緒じゃないのこれ。ポーズの分勝った。よしよし、あ、よしよし、記録更新。どうどう。あー、ちっちゃいか。惜しいの。ポーズどう違うのこれは。
バタフリこれはやべえっしょ。仲間入ってないけど余裕で勝ったでしょ。えポーズ、うっそー。よし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 、イブイかわいい。410点ね、うっそー、もっと高いよ。もっとニャス、あー負けてる負けてる。ポーズいいじゃん、吹っ飛ばされてるとこだよ。負けた。イーブイが増えたのか。おかえり。コースの写真を撮りに行こう。これでどうやってあれが増えてくんだ、コース。しょうがない。じゃあもうあれかな、こっちのコースゴールしてないからかな。トンネルゴー。はい、ピカチュウこっち向いて。あ、逃げられた。玉乗りして、玉乗り。そこだ。いいね。今度は連射しない、しすぎないように。エレブが追っかけて、コクン、あ、そういえばコクン取ってなかった。あ、いなくなっちゃった。どっか、あ、コクン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 、マルマインじゃねえよ、コクンで欲しいのは。コクンいない、コクン、コクン、いた、どっかにいた今。コクーンと認識されてないぞ。さてさて、次こっちはいない。あ、ピカチュウいっちゃった。あ、これゴーストだったよね。どこ行った、逃げるなよ。あ、今いい感じに取れたんじゃないですかね。あ、ズバッと。さーて、これもゴーストだったのかな。ここに来た時、エレブこっち向け。エレブ、もっとキョロキョロした方がいいのかな。うんうん、なるほどね。この右スティックが C ボタンになってて、90度向きが変えられるってことなんだね。丸マイン、あ、これハテナになってるわ。コイルって認識してね。何やってんのお前は。ハテナになっちゃうね。最後遅いな。はい、ということでこのステージ終わりましたね。全部で何枚？そしたら博士にはピカチュウ3枚でしょ。これだな、真ん中で一番大きいから。あと丸マイン、爆発の瞬間がいいみたいなんで。お、コクーン取れてる。これだな、ちゃんと意外と取れてた。で、あー、ゴーストか。
あ、これやばい、超かわいい。あー、ゴーストめっちゃいい、いい感じに撮れてる。これでしょう、ど真ん中で。エレブは1枚ぐらいか。じゃあ博士に見てもらいましょう。オキドチェック。ふむ、今回はどんな写真を撮ってきたんじゃ。ピカチュウさ、前同じにしか見えないけどね。ポーズ一緒でしょ。負けた。丸まい、これは声、あ、同じぐらいか。あ、ちっちゃいんだ、前の方がでかかったか。あ、なんか落ちちゃった。で、コックンは初めて。でもポーズ1000点ってコックンポーズ変わらないでしょ。ゴースト、これはもう圧倒的に1000点でしょ。え、これでちっちゃいって。ポーズも完璧じゃん。文句ありすぎだろ。エレブ、え、ポーズ50点ひど惜しいの。惜しいのじゃねえ、全然惜しくねえ。実はな、一種類増えた。元研究所に戻ってからだ。いや、おかえり、うん、そこでもっとはかどるように。わしからのプレゼントじゃ。ポケモンに撮影にきっと役立つぞ。ポケモンたちとな、もっと仲良くなりたい。そんな時はこのリンゴ型ポケモンフードを使うのじゃ。いや、リンゴだね。どうなるか使ってみてのお楽しみ。話をもう一度。もういいや。ということで今回のパートはここで区切ろうと思います。まあ、リンゴもらったんで次からいい写真が撮れるんじゃないかなと思ってるので、まあ、次回にご期待ください。じゃあねー。